ある冬の日、ママがアンパンマンに言いました。アンパンマン、今日は何も予定がないから、コンビニでお菓子でも買いに行こうか。コンビニ？やったー。お外は寒いからコート持ってくるわね。ちょっと待っててね。コンビニの場所ならわかってるよ。待ちきれないから先に行ってる。こら、待ちなさい。アンパンマンは一人でコンビニへ向かってしまいました。確かこっちに行って。危なかった。こんなとこに学校あったっけ？うわー、犬だー。ここどこだろう。君、僕の車に乗らないかい？僕、知らない人にはついていきません。迷子になってしまったアンパンマン。お外はもう夕焼けです。しくしく泣いていると、一人の女の人が声をかけてきました。あなた大丈夫？一人なの？困ってる？アンパンマンは大泣きして言いました。迷子になっちゃった。あらあら、もう大丈夫よ。今助けに来てもらうわね。さあ、お家に帰ろう。アンパンマンは無事お家に帰れました。そしてママと抱き合ってワンワン泣きましたとさ。おしまい。動画は楽しかったかな？チャンネル登録とグッドボタン押してね。